式内大社、蘇我にいます蘇我彦神社。蘇我にいます蘇我彦神社。住所、奈良県橿原市蘇我町1196。アクセスとして近鉄大阪線益賀駅より徒歩2分になります。今回お邪魔している蘇我にいます蘇我彦神社様の創建年は不明ですが、室町時代に書かれた奈良県の5つの郡にある神社のリスト、和州五郡神社神明帳大略注解に、日本最初の女性天皇といわれる第33代推古天皇の時代、西暦593年頃から628年頃に蘇我馬子がこの地に社殿を作り、蘇我氏の始祖といわれる蘇我石川の宿根夫婦をお祭りしたのが始まりと言われているそうです。蘇我石川の宿根は蘇我馬子のご生前の人になります。蘇我にいます蘇我彦神社昔話。ある説でのお話になります。昔この地には蘇我氏と関係のある人々が生活していて、北陸地方より石加工の技術者を呼んで、地方より取り寄せた原石を加工し、勾玉や管玉を作って蘇我家のお財布を潤していたとも言われています。蘇我氏の影響が強かったことからでしょうか。蘇我の字は違いますが、奈良県橿原市蘇我町になります。明神系鳥居です。少し見えませんが、蘇我にいます蘇我彦神社神額です。蘇我にいます蘇我彦神社社号表です。お邪魔いたします。境内になります。蘇我にいます蘇我彦神社様は地元の方々から蘇我さんの愛称で親しまれているそうです。手水舎です。歴史のありそうな狛犬様です。とてもきれいにされている境内です。拝殿になります。
お祭神、蘇我津彦大神、蘇我津姫大神。狛犬様です。ご利益として諸願成就、地域安全、家内安全などになります。参拝します。皆様もよろしければ一緒にどうぞ。本殿になります。とても神聖な祓え所と言われる場所と思われます。拝殿右側には抹茶があります。明神系鳥居です。八田湯稲荷神社、神格があります。お邪魔いたします。八田湯稲荷神社。八坂神社。恵比寿神社。お邪魔いたしました。お邪魔いたしました。3台程度止めれる駐車場ありますよ。本日は最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。
よろしければ、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。